どうもどうも、まさとです。統合版の世界へようこそ。ということで、次期アップデートの要素がまた追加されましたんで、今日そちらの方をご紹介したいと思います。ついに、あのフェールガーデンバイオームですね、クリッキング、新たに追加されることになっておりますけれども、それとね、あるものがまた追加されまして、今度は新要素の新しい建材ですよねが、ゲットできるようになったということで、それがねまた面白いということで、今日はそちらの方をご紹介したいと思います。そして新しい花もありますよ。ってことで早速始めてまいりましょう。はい、お久しぶりの統合版です。結構便利になってますねって、さっきからね敵モブがうろうろしすぎてるんですよ。あ、飛び方若干違うんだね。はい、なんかチュートリアルみたいなのが出るようになってんだね。ちょっと邪魔なのは先に駆除しておきます。まだ夜じゃないんでね。で、見てお分かりの通り、これね、新たな花がここに追加しているわけなんですよ。ここから湧いてくんだね。で、前回 Java で紹介した時よりも、ここの苔、新たな苔ですよね、ブロックとかが結構範囲が広くなってるんですよね。いろいろと変わってきてる感じです。で、こっから見るとやっぱ空がね灰色なんです。で、こっち戻ると、はい、青空に変わりますね。じゃあまずちょっと昼間のうちにこの花を取っておきたいと思います。はい、サバイバルになりました。手で取れるんですね。これがまた面白い。いるよ。あ、そうか、防具まだ来てなかった。で、新たに追加されたのはこちらですね、アイブロッサムですね。クローズドアイブロッサムということで、こちらがね追加されておりまして、一応ここに入れておきますね。花瓶に挿しておきます。それではね、次クリーキングちょっと呼んでみたいと思います。夜にしなきゃいけませんね。見えなければちょっと編集で明るくすると思います。で、前回 Java でご紹介した時よりも、動きが速くなってるのと、不気味になってるということなので、そちらの方ねちょっと見ていただきたいと思います。あ、ほら見て、咲いてるよね。結構明るめに咲くんですね。ほら、ここら辺も咲き始めております。と咲くのを見てもらいましょうか。あ、咲きましたね。だからこっちのさっき家の中にもセットしたやつ、こっちはまだ咲いてませんね。あ、咲きました。はい、このようになっております。で、この開花した状態でも取れるんですよね。これでですね、咲いてる状態で御覧ください。オープンで、こっちクローズ、2つね取れるようになるわけなんです。まあ、ついでにやっときましょうか。で、これでクラフトすると、これ灰色の染料が取れるようになっております。で、こっちをやると、はい、橙色ですね、染料が取れるようになっております。面白いですよね、この花、この花もね。だから室内に飾れるのもいいんじゃないかなと思います。 Java の時は結構出てきてたんですけども、統合版いないね。スポーンする数が調整されたのか、それか Java と統合版との違いなのか、完全に暗くなってないからか。はい、完全に暗闇になりました。あ、いる、なんかオレンジ色の目が見えましたね。あ、違うな。この新しい花あるせいで、ちょっとクリキング見つけにくくなった感じがしますね。いる？いた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 。これですね。ちょっと暗くて分かりにくいかもしれないんですけども、
コーション飲もうか。はい、明るくなりました。このクリーキングですね、攻撃すると、はい、ここにあるのかな。あ、ほら、ご覧ください、このように樹皮が出てくるんですね。あの樹皮自然に消えるのかな。いたいた。叩いてるとたくさんこれが増えてくるはずなんですよね。あ、消えた。ここに残ってますね。こっちがいますね。はい、だからここら辺に本体があるのかな。あ、ありますね。はい、ここに本体があります。はい、サバイバルにしました。結構めんどくさいよ。どこにいる？ここか。さあ、クリック。ああ、危ね。クリーキングちょっと探そうか。どこ？ほら、目を背けると、ほら、だるまさんが転んだ。早いんですよ。どこなんだろうね。あなたの本体どこですか。こっちか。これ壊さないとダメなのか。ああ、ここちょっと壊しますね。ああ、なかなかこれ見ることできないからむずいよね。あ、なんかさっきのあのオレンジ色のクリーキングハートなんですけども、あれを壊すと今の樹皮の塊を、ドロップするようなんですよね。結構めんどくせえ。どこだ。で、あとこうやると落ちるんですよね。ちょっと解説中。こうやって取っていきます。痛えな。誰、はい、という感じでございます。じゃあ実際取れたアイテムでちょっといろいろやっていきたいと思います。レズンクラップというやつで、樹皮の塊ですねが、今回から取れるようになりました。あのクリキング、しばくことによって木から垂れてるということで、それをね、手で取ることができるようになるんですね。でなおかつ、
クリキングハート、心臓部ですよね、木の中にある、あれを壊しても取れるようになっております。でこいつでこうやることによりブロックですよね、レズンブロック、樹皮のブロックですね、樹脂ブロックですね、これができるようになります。でこの樹脂ブロックを使ってこれ入れるとまたばらけることできるんですね。はい、こういう感じのブロックですね。でなおかつこれを真ん中に置いてペールオークですねの原木挟み込むと、クリーキングハート、クリーキングスポーンさせるためのブロックですねができます。これ使えるんかな、バイオームから外れて置いといても機能するのかどうか。あ、無理ですね、機能しないですね。挟み込めば機能しますか、機能しますね。ただスポーンするかどうかはわからないですけども、ちょっとこのまま置いときましょう。夜になればわかると思うんで。で次にですね、これ樹皮の塊、これを焼きます。そうするとこれですね、レズンブリック、樹皮レンガができるようになります。でちょっとしばらくこれ焼いておきますね。で今度この樹皮レンガを使ってですね置いて、で次防具ですね。はい、あこれじゃ あごめん間違えた、こっちだ、樹皮の塊を使って装飾することができるようになります。で新たにあれだな、オレンジ色の装飾ができるようになるということで、だからレッドストーンで赤ですよね、でラピスラズリで青で銅で、何色になるんだ、銅色ですよね、で金で黄色というふうに、色のバリエーションが増えることになります。で次にですね、これ樹皮レンガ、これを使うことによりこうですね、違うんか、4つか、4つですね。で新たなブロック、レズンブロックができるようになります。樹皮ブロックですね、これ樹皮だから木だから、こっちストーンカッターは使えるわはい、により、で新たに今度これですよね、装飾されたブロックになるのかな、でハーフ、階段、ヘイというふうに新しいブロックがねできるようになります。まず普通のレンガですよね、樹皮レンガブロックになるのかな、でこれ装飾されたやつで、クリーキングみたいな模様、顔ですよね、がここにあると。でハーフの階段のヘイトでオレンジ色の建材が今度から作れるようになるということですね。結構どぎついっすよねこれね、だからオレンジ色の屋根もの家作れるようになりますね、なかなか面白いんじゃないでしょうか。ペールオークの白い建材、そして今回新たに追加された樹皮レンガですね、樹皮レンガの建材、オレンジ色の樹皮レンガの建材が追加されるということで、また建築の幅が広がるんじゃないかなと思います。だからあとはこれでどうなんだろうね、トラップみたいな作れればゴーレムとクリーキング戦わせて、で樹皮の塊、木から滴るようにしとけばそれで取れるようになりますよね。この状態でいけるんだろうか、クリーキングスポーンするんかな、しない、あ来たね、ゴーレムと戦ってもらいましょうか、うろうろしてるね、ちょっと見えないですかね、はい、行ったね、あーこれゴーレムと戦わしてもダメなのかな、あここ反応してるね、これ取っといて、
どこいる？あ、ほら、これゴーレムが叩いても反応しないんだ。樹皮の塊は内側ですよね。ダメですね。ゴーレム使ってこいつだからこっちですよね。うん、うまくできるかなと思ったんですけどもダメですね。ただここ普通のバイオームでしょ多分。だから安全なところでこれ使えばいけるんじゃね、ひょっとして。はい、ということで今回は今後新たにアップデートで追加される樹皮関連のご紹介させていただきました。この樹皮レンガやら、そしてアイブロッサムの花ね、が今後追加されるということで、また一層楽しみになりますね。で、建材がまた増えるということで、結構ド派手な家が建てられそうな気がします。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。